大臣を務めた2003年からはスミスはイギリスで女性初の内務大臣であり、グレートオフィス・オブ・ステートと呼ばれる主要ポストに就いた、女性としては、マーガレット・サッチャー、マーガレット・ベケットに次ぐ3人目である。ウスターシャーのマルバンで生まれ、オックスフォード大学ハートフォードカレッジを卒業する。 1997年の総選挙で、レディッチ選挙区から危ういながらも初当選を果たす。この選挙では、大勢の女性議員が当選し、これらの議員は、ブレアベイビーと呼ばれた。1999年には、政務次官となり、格外賞のエステル・モリスと共に、職業、教育賞を監督した。2001年の総選挙の後は、 保健省の閣外省に任命される。2003年には女性担当政務次官となり、大臣のパトリシア・ヒュイットと共に同性婚に関する政策に関わった。2005年の総選挙の後、落選したスティーブン・トウィッグの代わりに学校閣外省に任命された。彼女の仕事ぶりは称賛され、閣内省のルース・ケリーよりも高評価を得ることもあった。 2006年の内閣改造では、庶民院の院内幹事に任命された。ゴードン・ブラウン財務大臣の支持者たちが、ブレア首相に辞任を迫ると、彼女は、この対立を沈めることに成功する。BBC のニック・ロビンソン政治記者は、彼女を、ブレア派とブラウン派の対立に平和をもたらすものと、解説した。投票行動を見る限り、彼女は、ブレア首相の在任期間。 忠実なブレア派議員だった。庶民人でのブレア退治に演説の際は涙を見せている。ゴードン・ブラウンが首相に就任すると彼の内閣で内務大臣に任命される。女性としては初の就任であり、グレート・オフィス・オブ・ステートと呼ばれる首相、外相、財務相、内相の主要ポストついた女性としては史上3人目であった。 ブラウン内閣の発足にあたっては、このスミスの内省投用が最大のサプライズとされた。大臣任命は2007年6月28日のことであったが、彼女の内務大臣としての初仕事は、まさに翌日、29日のロンドン社爆破事件と30日のグラスゴー国際空港テロ事件への対応であった。 2007年7月19日、スミスは1980年代に何度か大麻を吸っていたことを認めた。2009年3月29日、スミスの夫が見たアダルトビデオの料金がインターネット料金に紛れて、公費で支払われていたことがにサンデーエクスプレスが身により暴露された。スミスは不適切な行為であったことを認め、夫を非難した上で、 死費により弁済することを約束した。しかし、地方統一選を目前に控えた6月3日、内務大臣の職を辞任することを表明。地方統一選の大敗を受けた5日の内閣改造で、後任には保健省のアラン・ジョンソンが就任した。2010年イギリス総選挙では保守党のカレン・ラムリーに敗れ、落選した。一連のスキャンダル以前は、 ブラウン首相の支持率低下を受け、彼女をブラウンの後継者と見る動きもあった。1987年10月、スミスはリチャード・ジェー・ティム・ニーとマルバンで結婚した。後に1993年9月と1998年6月、それぞれ息子が誕生している。サッカークラブ、アストンビラ FC の熱狂的なファンとして知られ、ヨカには、 試合観戦に時間を費やしている。ありがとうございます。